皆さん、こんにちは。今日はちょっとチャット GPT のね、話しようかと思います。なんかあんま需要ないんじゃないかなって気もするんですけど。この前、図書館で本借りるときに、本借りるっていうか、まあちょっとね、作業するときに、まあなんか書類書きながら暇だったんで、司書の方に、チャット GPT って知ってますかって聞いたら、え、何ですかそれ、初めて聞きましたって言われて、結構ニュースとかでもやってるんですけどねって言っても、へえ、何ですかそれみたいな感じで、いや、これは人工知能で文章生成 AI でうんたらかんたらみたいな、あやふやな、あんま自信ない説明しましたけど、なんかそんな感じでね、僕たまにこの役所の手続きとかで役所の人とかに聞いたりすると、大抵知らないっすね、みんな。名前聞いたことあるような、みたいな。え？って。チャット GPT って全然、そんなもんなんだって感じでね。お前さ、役所とかでそんなこと聞くなよって思われた方、すいません。まあちょっと聞いてみようかな。リアル普及度みたいな。で、まあチャット GPT って俺、昨日、まあ久々に触って、まあ久々ってほどでもないか。ちょっとね、僕結構好きな使い方で、文章を読んで、この文章書いた人をちょっと分析してみてよって言って、結構ね、聞いてみるの面白いんですよね、僕としては。へえって。でね、俺びっくりしたんだけど、昨日自分が昔書いた文章を読み込ませて、この人のことちょっと分析してみてよって言ったら、俺も結構ね、自分の内面をね、知られたというか、それだけじゃないわけ。もう未来予測までしてきたわけ。この人がこれからどう生きるか、ちょっと予測してみてよ。どう生きると思う？みたいなこと聞いたら、ピンポイントで、なんかこの人は自己探求能力がうんたらかんたらみたいな感じで、自己探求する人なんで、瞑想、心理学、哲学を勉強するのではないかと思います、みたいなこと言われてさ、マジで俺を見抜いてやがるって、ちょっとビビりましたね。どういうこと？詳しくって聞いたら、ね、瞑想のリトリート、合宿に行くの可能性がありますね、みたいなこと言って。そこまで読めるんですかって。俺の書いた、昔書いた文章から、この人は将来瞑想のリトリート合宿行く、リトリート行くって見抜かれましたけど、みたいな。いや、びっくりしましたね。いや、リトリート行きましたけど、行きましたよ。ちょっとね、皆さんも自分の書いた文章、ちょっと以下の文章を書いた人を分析してみてって言って、ちょっと分析してもらうと面白いかもしれませんね。なんか性格、こういう性格かなみたいな、こういう興味あんのかなとかね、結構ね、推測されました。へえって。いや、だからさ、文章でこれだもんなって。将来はこうやって YouTube で喋ってる動画とかも、バーって分析されて、この人どういう人で、こういうの時こういう感情でって、間が詰まったりとかした時とか、間が空いて詰まったりした時とかに、すげえ分析されるんだろうなって、私ビビっております。チャット GPT も、画像を読み込んだり、音声でやり取りできるようになるらしいじゃないですか。ちょっと楽しみですね。まあ、そんな感じでね。チャット GPT プラスの方ね、僕使っての。4の方はちょっと文章ある程度読ませたら結構見抜かれますね。やばいっす。皆さんもぜひ試してみてください。いいなと思ったらいいねボタン押してチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。